タルコフシで活動中の皆さん、こんにちは、ローレンです。今回は注意喚起の動画になります。まずこちらの画像を見てください。これを見たら皆さんはどう思いますか？こんな場所に湧くのかと思った方や、ん？待てよ、本当か？と疑問に感じた方もいると思います。では次はこの映像を見てください。これを見たら先ほどと違ってさらにすごいと感じる方が増えると思いますが、実は先ほど見ていただいたものはフェイクで作られたものです。タルコフではソースが不明な画像や動画情報、わざと作ったフェイク画像や動画情報がたまに出ます。これを見抜いたり変に広げないようにしましょうという注意喚起です。これは SNS を通して広がる場合もありますし、配信などで広がるケースもあります。配信で広がる場合はほとんどがリスナーさんによるものです。例えばサネタさんの配信にセラピストさんが昭和の〇〇の部屋からブルーカードが湧くようになったみたいとコメントを書いたとしましょう。サネタさんはその情報は本当なのか疑問に思っていたとしても、その配信を見ていた別のリスナーさんは信じてしまい、別の配信者のタギラさんの配信で昭和の〇〇の部屋でブルーカードが湧くらしいとコメントをしたとします。そもそもこの〇〇の部屋でブルーカードが湧くということ自体がデマだったとしても、どんどん広がってしまいます。配信でコメントをすると他のリスナーさんの目に入ることも忘れないでください。新しい情報をなるべく早く知ってほしいなどの行為によるものだと思いますが、その情報は正しいものか確認してからにしましょう。どこから来た情報かわからないまま情報を共有するのはやめましょう。ソースはどこ？と聞くと、誰かが言ってた、いや〇〇さんの配信でとか、ソースが曖昧な場合は変に広げないようにしましょう。特に新しく始めた方は情報が多すぎるタルコフでは全てを信じてしまいます。情報は正しく伝えることを意識してタルコフ界隈を盛り上げてくれたら嬉しいです。これから先ワイプの時期や新マップの情報は出ると思いますが、基本的に公式から発表がない限りほとんどが憶測の情報ですのでお気をつけください。ワイプに関して言えば、去年は12月23日の公式配信の中で明日12月24日にワイプすると告知されるような感じで発表されましたので、あくまで公式のアナウンスがない限りは憶測の情報だと認識していいと思います。今回の動画はタルコフに限らずですが、情報はその情報が正しいものなのかどうなのかしっかり判断してください。今の世界いろいろな情報が転がっています。誤った情報を信じるのはとても危険ですし、誤った情報を広げるのはとても危険です。今回の動画で少しでもこういった誤った情報が出ないようになってくれたら嬉しいと思います。それでは今回はここまで。今回の動画少しでも参考になった方はぜひ高評価、チャンネル登録していただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。